7-5。第三、あなたは普段から私をバカにしておいでなさる。いいえ、嫌味を言うんじゃない。本当のことなんですもの。仕方がない。そうでしょ。困りますね、そう真剣に質問されちゃ。ようござんすよ、ごまかさないでも。ちゃんと分かってるんだから。だから正直にそうだと言っておしまいなさい。そうでないと後が話せないから。大輔は黙ってニヤニヤ笑っていた。でしょ、空ご覧なさい。けれどもそれが当たり前よ。ちっとも構いやしません。いくら私が威張ったってあなたにかないっこないのは無論ですもの。私とあなたとは今まで通りの関係でお互いに満足なんだから文句はありゃしません。それはそれでいいとして、あなたはお父さんもバカにしていらっしゃるのね。大輔は兄嫁の態度の新卒なところが気に入った。それで、ええ、少しはバカにしていますと答えた。すると梅子はさも愉快そうにハハハハと笑った。そうして言った。兄さんもバカにしていらっしゃる。兄さんですか。兄さんは大いに尊敬している。嘘おっしゃい。ついでだからみんなぶちまけておしまいなさい。そりゃある点ではバカにしないこともない。それご覧なさい、あなたは一家族中ことごとくバカにしていらっしゃる。どうも恐れ入りました。そんな言い訳はどうでもいいんですよ。あなたから見ればみんなバカにされる資格があるんだから。もう予想じゃありませんか。今日はなかなか厳しいですね。本当なのよ。それで差し支えないんですよ。喧嘩も何も起こらないんだから。けれどもね、そんなに偉いあなたがなぜ私なんぞからお金を借りる必要があるの。おかしいじゃありませんか。いえ、上げ足を取ると思うと腹が立つでしょう。そんなんじゃありません。それほど偉いあなたでもお金がないと私見たようなものに頭を下げなければならなくなる。だからさっきから頭を下げているんです。まだ本気で聞いていらっしゃらないのね。これが私の本気なところなんです。じゃあそれもあなたの偉いところかもしれない。しかし誰もお金を貸し手がなくって今のお友達を救ってあげることができなかったらどうなさる。いくら偉くってもダメじゃありませんか。無能力なことは車用と同じですもの。大輔は今まで兄嫁がこれほど適切な意見を自分に向かって加えようとは思わなかった。実は金の工面を思い立ってから自分でもこの弱点をめいめいのうちに感じていたのである。全く車屋ですね。だから姉さんに頼むんです。仕方がないのね。あなたはあんまり偉すぎて一人でお金を落とんなさいな。本当の車屋なら貸してあげないこともないけれども、あなたには嫌よ。だってあんまりじゃありませんか。月々兄さんやお父さんの厄介になった上に人の分まで自分に引き受けて貸してやろうって言うんだから誰も出したくはないじゃありませんか。梅子の言うところは実にもっともである。しかし大輔はこのもっともを通り越して気がつかずにいた。振り返ってみると後ろの方に姉と兄と父が固まっていた。自分も後戻りをして世間並みにならなければならないと感じた。家を出るとき兄嫁から無心を断られるだろうとは気づかった。けれどもそれがために大いに働いて自ら金を取らねばならぬという決心は決して起こしえなかった。大輔はこの事件をそれほど重くは見ていなかったのである。